中島村県民レポーターの未来です。あーです。あーです。今日は私たちがいつも遊びに来ている公園のからくり時計、よかっぺ時計を紹介したいと思います。はい。お願いします。はい、はい、こんにちは。私小室敏子と申します。当時ですね、このよかっぺ時計をプレゼントしていただいた哲也さんは平成7年頃ですね、ものすごいもう腕に売れまして、作曲したものがね、やっぱり親戚の方がすごく多いということで、それで、まあ、そういう血のつながりですかさん、いかがでしたか。すごーね、皆さん、おついておいてください。見に来てください。